ここはメガ闘技場だ。見物なら観客席に行きな。新入りの出場者か。今日は俺がディグの代わりを務める。ここのルールか。要点しか言わないぞ。俺は無駄口を叩くのが嫌いなんだ。リングの上ではどんな手段を使っても勝ちに行け。だが命を奪うのはご法度だ。あと場外バトルは禁止だったかな。多分。まあ好きにしろ。とにかく違反した奴には俺が直接ルールを叩き込んでやる。わかったか。無駄話は終わりだ。もうすぐ試合が始まるから見ていけよ。双剣のあいつもお前と同じで初参戦の新人だ。相手のミートはベテランだが実力はそれほどじゃない。腕が鳴るだろ。準備しろ。次はお前の番だ。この試合の勝者がお前の対戦相手になる。どうやらケイティで決まりだな。まあお前もせいぜい頑張れ。続きましては新たなメガ闘技をお楽しみください。青チーム、レンジスのケイティ。赤チーム、アストラシェルターの新人選手。これを試合開始。えいさあ、はい、えいさあ、はい、さあ、えいさあ、えい。素晴らしい勝者、アストラシェルターの方です。やるじゃないか。素人だとばかり思ってた俺が間違ってたようだ。次の対戦相手はマーカス。これまでに何度も優勝を経験してきた人気者だ。挨拶したいってか。試合前に観客席に行って声をかけるといい。すんな。僕がお前の次の対戦相手マーカスだ。なんだその目は。どこのドイツか知らないけど僕に喧嘩売ってタダで済むと思うなよ。恨むんなら自分を恨めよ。ああ、ついに準決勝です。一体誰が勝つのでしょうか。赤チーム、初参加の実力派新人。青チーム、鉄鋼の拳マーカスと AI ドロイドアトム。これより試合開始。電光石火の勢いでマーカスを破り決勝に進みます。準決勝も制したか。やるな。だが決勝戦はそう甘くないぞ。決勝戦は3人バトル。最後まで倒れなかった者が勝ちだ。だが今日はお前に付きはなさそうだ。決勝戦の相手は悪名高い小悪兄弟だ。あの2人の実力は相当だぞ。
奴らは共同戦線を張ってお前を蹴落とし、賞金を自分たちのものにするつもりだ。正直お前が勝つ可能性はゼロに近い。今までみたいに挨拶してくるといい。だが試合前に面倒だけは起こすなよ。決勝で俺様たちに当たるとはお前もついてねえな。今回もまた大儲けさせてもらうぜ。今回も俺様の優勝間違いなしだ。目標は3連覇。いいか、最後に勝つのは俺様だ。ついてないやつってのはお前かい？決勝戦で俺たち昭和兄弟とぶつかったら、何？ゴードンが優勝を狙ってるだと？今回は俺の番だって約束したはずだ。俺を騙すとはいい度胸じゃねえか。けい、あいつとはお前を片付けてからゆっくり肩をつける。お前も覚悟しとけよ。熱狂と興奮の決勝戦がいよいよ始まります。さあ、昭和兄弟の連勝か、それともダークホースの出現か。刮目せよ。これより試合開始。面白い。初参戦で優勝をもぎ取るとはな。現役だったら俺もお前に戦いを挑んでたぞ。あ、おっと、優勝商品を忘れるとこだった。このアストロナジーはお前のもんだ。きっと高く売れるぞ。よし、今日の試合は終了。そんじゃ俺も雇い主に報告してくるか。優勝おめでとうございます。フランツさんがずっとオムニアムタワーでお待ちです。早く届けてあげましょう。を持ってきたわよ。手に入ったのかい？すごいね。心配して損したよ。あとはこれをオムニアムタワーの制御台につなぐだけ。それから冷却装置を起動すれば終わりだ。オムニアムタワーが静かになってきただろう。でもこれはほんの始まりに過ぎない。アイダの子はまだ闇に身を潜めてる。残りの4つのタワーを止めるのが至難の業だ。君とミアはシェルターに戻ってみんなにさよならを言ってくるといい。俺は先に出てここから一番近いベンジスのタワーを調べておく。
事情は全部フランツから聞いた。連日校に行くんだろ。お前さんがハガードのために働き始めたのは知ってる。それジークもどうしようもなかったのよね。だから彼とシャーリーが無事戻ってくるよう祈っ、ごめんね。あんたに一番大変な仕事を押し付けてシェルターのために働いてくれたのに、私たち何も恩返しできなかった。ジークのこと頼んだぞ。約束する。絶対ジークを見つけてみせるわ。ブルークリークの流れに沿って行けば連日不当に着くわ。気をつけて。何かあったの？またハイエナね。あの人を助けなくちゃ。たちのおかげで助かった。こんな港の近くまで来るなんて、あいつら最近つけ上がりすぎよね。そうだ、おめでとう。え、おめでとうって何？ホワイトフラッシュの賞金のことだってば。カレイドさん直々のお達しなんだよ。データベース検索、クオ、クレ、クレイドはヒットしません。ベンジス重工の社長さんだよ。そんなことも知らないの？検索完了。カレイド、ベンジジス工業社長。その人物にここのオムニアムタワーの状況を尋ねるといいでしょう。あれ、賞金目当てで来たんじゃないの？あ、そっか。じゃあ来たのはビータ祭のため？それなら残念。今年のお祭りはあんまり見応えないかも。どうして？ここで一日中見てたけど商船が全然来ないの。いつもなら港いっぱいに停泊してるのに。なぜですか？ね、もう本当に嫌になる。最近悪い奴らが街をうろついてるから商人たちも怖がって近づこうとしないの。カレ、行こう。ここは危険だからとりあえず港に戻ろうよ。ねえ、その様子だとここに来るの初めてでしょ。案内してあげようか。私ヒルダっていうの。私たちアストラ島から来たの。この子はミア。実は人を探してて最近ここに来たはずなんだけど。アストラ島のジーク？わかんないな。よそからお祭りを見に来る人も大勢いるし、人探しは難しいかも。でもそういう人がいたら教えてって友達にも話してみるね。みんなで探した方が早いし、ついてきて。
やあ、ヒルダ。久しぶり。テオ？一人で出てきたの？護衛も連れてこないで、万が一発作でも起きたらどうするの？家に閉じこもってたから、外の空気が吸いたくて。大丈夫、薬は持ってる。テオはベンジスの後継者なんだから、気をつけなきゃダメだよ。カレイドおじさんにバレたら怒られるよ。父さんか。近頃大事な仕事があるみたいで、あんまり会いに来てくれないんだ。カレイドおじさん忙しいんだ。そっか、本当はおじさんとテオに頼み事をしようと思ってたんだけど。頼み事って？僕でも君の役に立てるかな。私じゃなくて、アストラ島から来たこの人の頼みなんだけど、ジークって人を探してるんだって。そうそう、言い忘れてた。さっきビーチでホワイトフラッシュに襲われかけた時、この人が助けてくれたの。はじめまして。友達のジークがどうやら最近ここに来たらしいの。はじめまして。僕はテオ。ヒルダの友達だよ。よろしく。テオのお父さんのカレイドさんは、ベンジス重工の社長さんなの。カレイドさんが協力してくれたら、人探しなんてすぐ終わるんだけどな。父さんに話してみるよ。その人がここにいるのが確かなら、きっと手がかりが見つかるはず。や、テオ、また一人で外出していたのか。これからは前もって私に話してからにしなさい。お前には付き添いが必要だ。早く帰りなさい。定期検査のために医者を待たせてある。体調が良ければ今晩のお祭りに参加してもいいぞ。父さん、それ本当？僕も友達と一緒に。体調が良ければの話だ。それとこの方は？新しくできた友達だよ。アストラ島から来たんだ。はじめまして。はじめまして。私はカレイドだ。テオは体が弱いからいろいろ面倒をかけてすまないね。父さん、この人はホワイトフラッシュからヒルダを救ってくれたんだ。前に父さんがかけた懸賞を。ほう、君がホワイトフラッシュを。若者というのは実に愉快だ。だが懸賞は今すぐには渡せない。まあそう慌てるな。後で部下に連絡をさせる。あらゆるタイプの武器に内蔵可能だ。リアルタイムで戦闘データを分析して直ちに敵の弱点を発見できる。まあうちの実験的研究の成果物といったところだ。ちょうど被験者を探していた。君ならぴったりだ。父さん、人探しを手伝ってほしいんだけど。こら、テオ、早く帰りなさい。私はまだ仕事がある。話はまた後で聞こう。わかったよ。ヒルダ、あのカレイド社長って？カレイドおじさんはいい人だよ。ちょっと厳しいところがあるけど、でも偉大な人ってみんなヘンテコよね。まあ大丈夫、人探しの件はテオがカレイドおじさんにちゃんと話してくれるわ。夜になればビータ祭が始まるし、探してる人が現れるかもしれないよ。そもそもビータ祭って何なの？ベンジスはもともと小さな集落で、暮らしも厳しかったみたい。ある年に虫害が起きて、飢饉とモンスターが集落を壊滅状態に追い込んだ。そんな時、船いっぱいに食べ物を積んだ商人がやってきて、途方に暮れる人々を救った。
その船が岸に着いた日を記念してビータ祭が行われるようになったの。もう気づいたでしょ？そのベンジスを救った商人というのがカレイドおじさんなの。今ベンジスがあるのもおじさんのおかげ。あなたはカレイドさんを尊敬しているようですね。そりゃそうよ、カレイドさんは伝説の人だもん。例えばね、あれ、いつの間にかこんな時間。あなたは長い間話していましたから。ああ、私喋りすぎだよね。そうだ、人探しだよね。私の友達にも頼んでみるよ。ついてきて。